2021年9月21日は岩手県北上市にあります自家製麺ラーメン8に来ました。今年の6月15日にオープンしたお店でございまして、前回7月にいただいた時は非常に美味しいバランス系醤油ラーメンをいただきました。はい、それで定休日は基本的に水曜日であります。で、午前10時から営業されております。はい、で、メニューとなっておりますが、焼きあごだしラーメン期間限定がありますね。今日は、ザルラーメンを求めてきたのですが、やはり期間限定焼きあごだしラーメンにしました。はい、それで具は、メンマ、刻みネギ、小口切りの青ネギ、海苔、そして岩手県花巻の、三元豚のロース低温調理チャーシュー、そして、岩手県産、鶏胸肉の低温調理チャーシューでございます。醤油の発色感が非常に美しいスープですね。焼きあごと醤油の香りが素晴らしいです。いやー、ふわーっとソフトに焼きあごの香ばしい香りが立ち上ってまいります。それで、焼きあごだし 100% のスープではないと個人的に感じました。レギュラーメニューのラーメンの、スープだしに、レギュラーメニューの醤油だれを合わせ、そこに焼きあごだしを強めにブレンドしたかのごとくの飲み口でございます。スープは岩手奥州祝い鶏の丸鶏と鶏ガラ、そして岩手県産のげんこつを使い、利尻昆布に釧路根昆布、煮干し、あご干し、香味野菜、りんごを加えたスープです。それで醤油だれは地元の笹町醤油をベースに4種類の醤油をブレンドし、貝柱、干し椎茸を加え、火入れをして1週間寝かせて、寝かせた醤油だれを使用しているとのことです。このスープと、醤油を、基盤にですね、焼きあごの出汁を別途、多めにブレンドして配合して加えたかのごとくの飲み口でございます。焼きあご出汁というのは多分トビオの焼き干しかと思います。はい、それでは、毎日製麺しているという自家製麺をすすりたいと思います。程よいしっとり感のスル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 とした、すすり持ちで長さがあります。それで麺とスープの、高い一体感を感じますね。麺に、長さがあるがゆえにすする時間が長く、すする時間が、長いがゆえに、麺とスープの共鳴感、一体感を、強く、感じることができます。それで切り場は、おそらく20番手の断面若干平打ち、もしかしたら、切り場22番手の断面、ドンピシャ角かもしれません。加水の感じは、35から37% ぐらいの、若干高水よりの中加水の感じで、茹で時間が、麺のスペックに対してジャストフィットベストな感じでございます。乾水の感じも非常に低めで、まあ、1% 以下かと思いますね、乾水割合。ゆえに非常にシルキーで小麦の香りが非常に豊かでございます。小麦粉のブレンドは岩手県産の強力粉、強力粉はどうも強い力、そして中力粉の粘り餅を使い毎日製麺しておりますと。すすった感じ、細麺のうどんのような感じがありますので、中力粉粘り餅が、メインなのかと個人的には、勝手に推測しました。でやっぱり乾水の割合が低めなので、まさにそこもうどんかのごとくのすすり餅を生んでいるのかと思います。香ばしい焼きあご、ソフトに香るスープ、バランス感を伴い焼きあごがソフトに香るスープ、非常に美味しいですね。それでは岩手県花巻三元豚、ロース低温調理チャーシューでございます。ロースの肉質を全面に引き出した低温調理の適度なしっとり感、そしてハーブかと思われる香り付け、この香り付けがですね、三元豚のロースの旨味をめちゃくちゃ引き立てておりますね。すごく美味しい低温調理の豚ロース肉チャーシューであります。
麺がですね、非常にシルキーな色合いで、スープは醤油の発色感が強め、がゆえに、最初からですね、この醤油がもう麺の麺肌に、乗り移っておりまして、結構濃そうに見えるビジュアルなんですけれども、全然ソフトでライトで非常にバランス感に、優れたスープと、この麺のすすり心地であります。で、肉厚のメンマ、極太メンマはですね、シャキシャキと、しておりまして、噛み締めに、存在感があります。シャキシャキとしつつも、極太の感じを味わえる、メンマであります。このスルスルと、ふわっと、ソフトな、うどんのような、細麺、これとこの麺との食感の差別化が図られておりますね。図られているメンマであります。それでやはりこの青ネギと刻みネギがですね、この一杯をめちゃくちゃ引き立てまくりまクリスティで、ありましてですね、やはりネギトッピングすればよかったですね。食べてる途中で、気づきました。やはり醤油の一杯にネギはめちゃくちゃぴったりでありますね。で、この辺りになってきますと、ラーメンという一杯の必然の流れを、実感してまいりまして、油が引いてきて、小麦粉が溶け込んでくることにより、よりよりスープ出汁の、感じを味わえるようになってきます。レギュラーメニューのスープに、焼きあごを強めにブレンドしているかと、個人的には思いまして思うんですけれども、つまりリンゴの甘みであったり香味野菜のナチュラルな甘み、さらに昆布の深み、これがですね表情を出してきますね。で、寝かせが効いたこの、醤油だれですね、笹町醤油をメインに、ブレンドされた醤油だれ、こちらはもう全然塩気塩分、塩角は全然なく全体に馴染みきり、醤油以外の出汁をめちゃくちゃ引き立てまくりまクリスティでございます。はい、それでは、岩手県産の、鶏むね肉の低温調理チャーシューであります。やはりですねハーブのような香りを感じ、その、ハーブの香り付けかと思うんですけども、香り付けが、鶏むね本来の、淡白な、味わいを、引き立てまくっており、食感は、しっとりの中にも多少弾力を感じます。この弾力感のあるしっとりとした、鶏むね肉チャーシューで、素材の旨味が引き立ちめちゃくちゃ美味しい、鶏むねチャー低温調理チャーシューであります。はい、岩手県北上市に、2021年今年ですね6月15日にオープンしました自家製麺ラーメン8の期間限定焼きあごだしラーメンでございました。めちゃくちゃ美味しくいただいた限定であります。焼きあごのですね香りがですね、香りと旨味がふわっとこうソフトに広がってくる、バランス系の醤油の感じです。ちなみに余談ではありますが、焼きあごだし 100% の一杯となりますと850円では提供できませんね。軽く1200円超えますね。おそらくトビウオの焼き干しを使っているのかと思いますが、非常に高級な食材でございます。なのでこの焼きあごだしをですね、高級な焼きあごだしを、私のような庶民、超平凡な、庶民にも、提供してくれる高級食材の焼きあごだしの一杯を提供してくれる気持ちがこもった、ラーメン、醤油ラーメンコンセプトを非常に感じます。鶏と豚の、動物系のお出汁に、魚介乾物系、さらに香味野菜リンゴなどの、出汁が複雑に絡み合い、キレと、深みがある、醤油だれ、熟成の醤油だれと、相乗し、そして焼きあご出汁がソフトにふわっと広がる
極上の、バランス系焼きあごだしの、一杯でございました。めちゃくちゃ美味しくいただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しいラーメン、麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ご視聴誠にありがとうございました。これで、岩手プチラ旅9月20日、21日編は終わります。